いつでも出撃可能よ。準備完了。ジャトヤにかかれば万事解決。生体信号からすると救助目標であるリンがこの場所に閉じ込められている可能性は極めて高いです。余分な探索エリアを排除し、これまでのデータに基づいて目標地点までの最短ルートを算出しました。注意、ルート上に軍用車両規格の識別信号を検出。慎重に応対してください。リン、待っててくれ。警告、火器完成です。無差別に爆破してるのか。慎重に進まないと。ロックオンされた場所を避けないと。慎重に回避しないとダメだ。警告、新たな車両クラスの識別信号を検知。前の軌道を利用しよう。危ない。慎重に回避しないとダメだ。伏せるんだ。
慎重に回避しないとダメだ。ギミックを利用して軌道を反転させれば。危ない。これで通れるようになった。しつこいな。リンは返してもらうぞ。情報を解析しました。指定された額のギアコインを支払うとドアが開く仕組みです。残念ながら施錠機構が知能化されていないため私には介入できません。
食べ過ぎじゃないか。いいじゃん、ずっとフォローにいたんだから。具合はどうだい？うん、バッチリ。あ、仕入れたビデオはフォローに落としちゃったけど。お客さんがっかりするだろうな、新しいビデオがなくて。がっかりはお客さんじゃなくてお兄ちゃんの方でしょ。まったく。それならまた明日仕入れに行こう。次はリンが決めていいから。あ、本当に？あ、じゃあいいこと教えてあげる。お兄ちゃん、ドキュメンタリーが見たいんでしょ。どう？よく撮れてるでしょ。これ今回の視覚記録じゃないか。ダメ？実はベースドキュメンタリー風ブレブレのカメラはフェアリーがいい感じにね、涙ありスリルありの超大作。そうだ、これ店に並べようよ。そしたら却下。ダメだ。さては照れてる？
無事、ターゲットが存在するホローエリアに到達しました。廃棄された工事現場につき、未完成に終わった多くの建造物が立ちふさがっています。指定された廃材はこの付近です。廃材の数を集計し、それぞれの位置をマークしました。ここって撤去待ちエリアの表層？深部へ通じる有効なルートを測定中。フェアリーの測定が終わるのを待とっか。右のルートを行って、お兄ちゃん。測定が完了しました。障害物が多すぎない？目的地まで道が塞がれてるとこもある。マスター、処分可能な目標ポイントを優先してください。
業が必要な廃材群の一つに到達しました。操作データによると敵対ユニットは見受けられません。依頼の要求はエリア内の木箱とペンキ缶をすべて破壊することです。対象物はエーテリアスと異なり反撃能力がありません。思う存分。マスター、工事現場の廃棄物処理を開始してください。こんなにたくさんあるなんて。まあいい、報酬のためだ。目標を検知。え、まさか敵がいるの？あれをゲットできたらいいね。同意。該当ターゲットの追跡をおすすめします。マスター、もう一つの撤去作業が必要な廃材群に到達しました。手順は前回と同じです。操作の結果、現在も稼働中の小型警備システムを数台検知しました。撤去作業の際はご注意ください。マスターがお楽しみの間、私は HDD の演算パワーを拝借し、障害物を迂回できるプランを広範囲で検索します。今月の電気代は先月比で 5% から 50% 増加すると予想されます。いくらなんでも多すぎないか。あいにくとインターネットの緊急依頼だしな。企業白義重工の所有資産です。対象には高性能爆発物プラグインが内蔵されています。これよりこちらをあなた様に移植いたします。抽出作業を開始。進捗率 20%。
フラグイン抽出中。進捗率 40%。警告、対象論理コア再起動を検出。抽出作業を緊急停止します。あっちゃー、また動き出しちゃった。マスター、対象ポンプの異常な起動によりプラグインの移植は失敗しました。移植作業を再開するためには先に対象ポンプを制圧してください。対象ポンプの爆発物投擲機能は健在ですが、投擲から起爆の間には数秒の猶予があるようです。提案、起爆する前に爆弾を対象付近に押し戻し爆発に巻き込んで制圧してしまいましょう。私はイアスの修理費用を計算しながらあなた様の勇気に喝采をお送りします。くれぐれも気をつけてね。プレープレーマスター。撤去作業が必要な最後のポイントをマークしました。障害物に対し爆弾を惜しみなく使いましょう。
去作業が必要な最後のポイントに到達しました。これまでの2回と同様に処分してください。警告、あなた様と異常なボンプの爆破症は付近のエーテリアスをおびき寄せました。動く以外は廃材と変わりません。まとめて処分しましょう。作業の完了にはあと15時間かかる見込みです。今のやり方では効率が悪すぎる。何か使えそうなものを探してみよう。それ痛くないってば。撃破する。お兄ちゃん、お帰りなさい。それと、お疲れ様。今、空いてる？お兄ちゃんにちょっと用があるの。